ということで始まりました、はい、ホームタウンを巡ろう、トマさんと巡ろう、はい、3回目第3弾ということで、はい、今日はどこに行きます？いい山に行きたいと思います。ちょっと待った待った、トマさん天気、いや天気がねちょっとここでちょっとちらついてるってことは多分いい山は結構降ってるのではないかと中で言われます。ありえるよね。ありえますね。じゃあ行ってきます。いつもの行きます。はい、行きましょう。じゃあ行きましょうか。せーの、よいしょ。はい、ということで着きました。着きました。どこに？鎌倉の里。鎌倉の里にいい山。すごい、すごい。なんでそれ？いやもうそうやって自分ばっかり長靴履いてくるんですよ。いやね、パイセン必要でしょ。パイセンの靴は聞いてないですよね。聞いてない、一緒。聞いてないですよね、はい、言わない、自分だけが良ければいいし。ちょっと、というわけで中を見させていただきます。レッツゴー。泊まりと泊まろう。インいい山、いい山。ほら見て鎌倉すごい。ちょっと鎌倉いっぱいありますね。鎌倉軍何個あんのこれ。泊まる20。絶対 20? いや絶対あそこの神社回して21だね。多分20。今やりの20 やるよやるよやるよ。あ、リトなんて見たんす。はい、次。ちょっと中をね、お時間が、本当はホームページで予約をして、うん、ここの中でご飯を食べたりおやつを食べたりするんですけれども、ええ、特別に中を見させていただけるということで、あ、大きさ的にはですね、大橋さんが並んでいただいて、並ぼう。すごいよね、でもこれハッサンの倍ぐらいある。でもなんか50っぽいですけど、実際とかちょっと雪がね、最近はい、溶けちゃって小さくなったってことで、本来であれば3メートルぐらいですね、はい、高さになるということです。こんな鎌倉見たことないよね。ねえ、こんな綺麗な、すごい。失礼します。これすごいよ、あったか、全然違うね、あったかいですよね。初めて入ったこんな大きい鎌倉でも、しかもとなんかめっちゃ広いんよ。いや普通に立てる。まあ俺と遠森選手はあんまりね大きくない。いやでも多分これ本当全然いけるいけるね。ここで鍋をつつくと、どうかし食べる、うん、ね、めっちゃいいじゃん、ね、もう俺ここから出たくない今も。間違いない、そこめっちゃもう出たくないよ。外ふぶいてます。なんかさ、奥にさ、ね、気になるやん、あれ。鳥居が、神社があるっぽいんで。ぜひ行ってみましょう。行ってみましょう。すごいよこれ。いやもう靴が終わってるわ。終わった。止まり選手。靴終わった。止まりさん、このちっちゃいやつは？あれだ、夜は多分灯籠みたいな。そうなんですよ。おー、ライトアップされるの。そうです、すごい綺麗で。夜の写真がホームページに載ってる夜の写真がめちゃくちゃ綺麗だったから、やっぱ夜がね、ぜひリンク貼っといてください、後で。そうですね、はい、で、今日は花火も夜は上がるということで、はい、6時から。なんで今日なの、うん、わかんないです。上がる日があるんですよね。ちょっとマジで、トマリ選手置いてくから見てって。迎えに来てくれます。明日の朝でいい。凍える。でも鎌倉の中に入れば天気関係ないと、ね、関係ない。あ、危ない。雪サラサラ。マジで。じゃあちょっとお参りしていこう。まあ、さ、ホームタウン企画が成功することとさ、今年のさ、J2 昇格と B リーグ上位進出を狙って。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。よし。バッチリ。今年一年愛しい。出たくない。面白広場です。はい、鎌倉の里の横に面白広場。はい。はい。ありがとうございます。
っちか。ありがとうございます。楽しい。めっちゃおもろかった。はい、というわけでこちらの名物になるのかな。ね。焼き芋。芋？そう、なんか焼き芋を焼き芋っていうらしいんです、こっちでは。お。飯山市では。はい、買ってみました。買ってみたよ。おいしそう。買っていこうか。もう待って、あ、うわ、いい色、めっちゃ黄色い。焼きエモエモ、美味しそう、うん、美味しそう。それでは恒例の恒例の食レポ、どっちから行く、どっちから行くと思う。ハシさんからで、いい、いつものハシさんからで。じゃあ飯山市の焼きエモいただきます。なんかね、ほっこりする、優しい、優しいお味ですか。甘い、でも本当に柔らかいし、ま、以上。じゃあ私もいただきます。実はですね、好きな食べ物にさつまいもって書くぐらい私さつまいも好きなので。じゃあ結構こだわりあるね、そこはね。今日のお昼も干し芋食べました。じゃあいただきます。うん、甘い、甘い、うん、普通に甘いし、やっぱ美味しい。もうめっちゃ外寒すぎて外寒すぎてめちゃくちゃうまい、美味しい。てかあんま食レポ変わってなくない、なんか美味しいしか言えない。いろんなもん俺らフリやん、基本。そうですね。でいるやん、はい、パイセンがいるんですよ。食レポやりたいんだけど、諸事情のため。大丈夫、そう。いや、美味しいのにね、来たかったね。絶対ね、待ってる人いるよね、意外に。このパイセンのさ、見ますよ、声だけでもね、うん、はい、ということで飯山市、どこに来たんだっけ。鎌倉の里に、はい、来ました。で、何やったんだっけな、スノーラフティングやったやった体験してきました。したり、あとは焼き芋、焼き芋をね、焼き芋を食べたり、食べて神社にお参りして、で鎌倉の中も見たし、はい、もう完璧です ね、 ね、満喫、満喫しました。そして飯山市の野菜たっぷりののろし鍋っていうのがね、これで販売始まってるっていうしね。はい、なんかオンラインで買えるみたいなので、またそう、ぜひぜひちょっと、はい、リンクを貼っておきます。はい、どぶろくがうまいっつった。どぶろく、うん、鎌倉の里のお米で作ったどぶろく、おすすめって言ってたのか。ぜひ皆さんにもね、ちょっと飯山市、鎌倉の里にね、この冬の期間ね、いろんな体験できますんでね、ぜひ来てみてください。うん、ください、はい、はい、というわけで、はい、泊まりと目黒でした。泊まりと泊まろう、泊まりと泊まろうだよ。バイバーイ。あれ、これ何て言ったっけ。泊まりと目黒、泊まりと泊まろう。